よう、二人さん。セイバーとバーサーカーあたりか。いや、俺も甘く見られたもんだね。たった2機で俺を仕留めようとか。屈辱にも程があるぜ。俺のクラスはライダーだが、安心しろ、戦車は使わねえ。たった2機相手じゃ役不足だからな。真の英雄、真の戦士ってのをその身に刻んでやる。残念だったら、お前に俺と戦う資格はない。そっちも耐久力が自慢か。こりゃ長くなりそうだな。戦場で笑わぬ者はエルシオンでも笑いを忘れてしまうぞ。チリ様くらいは陽気に行こうぜ。戦場での笑いは敵への侮蔑につながることがある。陽気な方が救われるぜ。姉さんの渾身の一撃はさすがによく効くみたいだな。こっちもバーサーカーを失ったんでね、互いに一つ失うならフェアだ。そうだろ。やれるものならやってみるがいい。止められないか、バル。なんだつまらん。神殺しの宝具であれば俺に傷の一つもついただろうに。待て、バサガ。そいつは無視していい。そいつはケイローンが抑える。お前は奥のアーチャーに注力しろ。さて、何？来るか、黒のバーサーカー。その無謀、血であがなうがいい。向こうのアーチャーか。ならば、ここまでか。勝負は預けたぞ、黒のサーバント。動きを読まれた。姉さんは撤退したか。なら俺も用はねえ。素晴らしいじゃないか、黒のアーチャー。俺を殺せるお前との戦いは宿命だ。オリンポスの神々よ、この戦いに栄光と名誉を与えたまえ。勝負はまたの機会だ。次こそ貴様の顔を拝むとしよう。皮肉なものだな、アキレウス。運命とは、時に死者である我々に対しても牙を剥くらしい。大丈夫ですか、ケイロン。ええ、どうやらこの聖杯対戦で私が戦うべき相手も決まったようです。